すんげえ楽だなと、まあ、これからこうなってくるのかなと。今なくてはならない防除体系なのかな。離陸するときにこれから飛ぶぞ、作業するぞっていう気持ちになれる。今までの、農業のイメージだと辛いだとか疲れるだとか、あと重労働っていうイメージだったと思うんですけど、どの業種でも高齢化が進んでいるので、まあ顕著なのは農業ですよね。昔に比べれば70代ってまだ元気に見えますけども、やっぱり20キロを背負ってぬかるんだところを歩くっていうのはきついですよね。私の実家も農家なんですけど、近所の人たちにも手伝ってもらって大人数での防除手作業をしてたので、こんな楽なものがこの世にはあるんだっていう一番の驚きでした。産業用の、まあ、作業をする機械というところもありまして、まあ、どれだけ、操縦する人、作業する人が、効率よく負担を減らして作業できるのかというところに気を配りました。クルーズコントロールという機能がありまして、 GPS が入った状態で、まあ、ある一定の舵を打つと、機体はそのスピードに沿って飛んでいくという機能があります。品質上がりましたね。第一に米の品質が上がりましたね。この地区もともと米の等級悪かったんですよね。無人ヘリにで防除するようになったら、花巻市の中でも1位になったことあるんですよね。農家さんの方がすごいねと言われることはあるんですけども、まあ、そういうのを聞くとやっていてよかったなっていうのは感じますね。作業をいくらでも楽にできるのがこの無人ヘリコプターだと思うので、畑作であったり松林の防除であったり、これからまだまだどんどん伸びていけるところはあると思います。そうですね。美味しいものを作ってみんなが笑顔になるっていうのが一番嬉しいですよね。無人ヘリコプターで農業を変えていきたいです。まあ、魅力ある農業、魅力ある作業というのになればいいと思います。特にこの無人ヘリを使うことで、まあ、やっていることがかっこいいであったりとか、そういったところが生まれれば非常にいいと思います。Revs your heart, Yamaha.